2015年5月6日、日本に嫁いで9年目の中国人女性は、最近遭遇した日本人に驚いたエピソードを語った。先日、彼女は初心者マークがまだ取れていない自動車を運転していた。夕方頃の運転だったが、外はまだライトをつけるほど暗くなく、日が長くなったにゃーと、季節の移り変わりを肌に感じながら、未だぎこちないハンドルさばきで自宅に駐車した。自動車を無事に駐車し、急いで夕飯の準備を始めた。しばらくするとインターホンが鳴り、こんな忙しい時に誰だろうと少し不機嫌になった。急いで応対すると、インターホンの画面には見知らぬ男性が映っていた。彼女が恐る恐る要件を聞くと、男性からは車のライトがついていますよと予想外の言葉が返ってきた。すぐにお礼を言い、慌てて外に出たが、男性の姿はすでに確認できなかった。この出来事について、彼女は、日本人は冷たいとよく聞く。実際、私も、故郷の農村部の中国人に比べると、日本人は人情味に欠けていると感じていた。それだけに、今回のことには衝撃を受け、驚きとともに、心が少しあったかくなったように感じたと語った。